疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとさっきあの社長と、さっき言ったのかな、それ別日に上がったらあれですけど、なんか道具説明してみたいなやつ、まあちょっと本当一部ですけど、あのさっき紹介できなかったもの紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ塗装屋さんならまあ結構見たことある道具が多いと思うんですけど、はい、まずこれ。何ですか？これよく使います。あのもう証拠写真ですね。ああのこうやってカメラこうやって持って、はい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 、スマホですね。今だったらはいはいはい、ちょっと待ってくださいね。これスマホのこうカメラでこうやって、はいはい、完了しましたよみたいな感じで一緒にパシャッと、はいはいはい、ホームページとかでもよく見ますよね。そうですね、これお客さんとかに、はい、いるんで、その専用 の、 あの写真投稿するグループもあって、携帯ね、あ、はいはい、それどんどん入れててます。へー、これの点が、そういったものもあるんですね。そうです、これ完了しましたよ、問い終わりましたよ、はいはい、とか、はい、こういうのを使ってます。はい、はい、そしてこれが、まあ、養生とかするとき、はい、まあ、特にこれでも面倒なんで、こうやって、あー、腰につけて、そうですね、はい、ベルト通してやってるんですけど、はい、まあ、このカッターは僕、田島、田島のカッター、はい、田島、ね、そうです、田島ってメーカーなんですよ。へー、でもカンカンとかこの蓋、ここで開けれちゃうんですよ、カッツって。あ、そうなんですね、結構多機能な。そうなんですよ、でこれもマイナスドライバーになってるんです、先っちょが。実は職人さん結構使われてる人多いんですか？そうですね、結構多いと思います。気持ちいいですよ、カッターのこの感じも。あ、はい、で普段はちょっとこれ、はい、あの今銀の刃ですけど、あの黒の刃使ってます、切れ味がすごいんですよ。黒い刃だと思う。あ、そうなんです。そうです、ビニール切ってもスーッて切れるんで、気持ちいいですね。気持ちいいです、これめっちゃおすすめです、で色もなんか結構いろいろあって、はいはい、赤とか黒とか緑とか、青とか黄色とか、はい、ほんといろんな色があって、好みですね。切れ味が違うとかはないですね、もう見た目が、はい、青木とかも、その、あ、その青木、その若い子とかも、はい、こう黒色使ってたりとか、かっこいいって言って、これ使ってます。で、ハサミ、これ、あのマスカ切るハサミなんですけど、ちょっと今汚れちゃってるんですけど、はい、これ100均なんですよ。あ、そうなんですか。そのセリアさんっていう、はいはいはい、ありますよね。よく使ってます、はい、ダイソーじゃなくてセリアさん、はい、もうこのハサミがめちゃくちゃ切れるんですよ。優れもんなんですね、はい、もう本当にもう、あの歯ここで閉じなくてもスーッ、あ、スパッといっちゃうわけですね。そうです、で、海苔もなんかつきにくくて、これめっちゃおすすめです。買ってみようかな、まあ、100円なんで、へー、もうこれ僕見つけたのも大量にもう買いだめですね。そう、入れてますね。で、まあよく使う皮すき、皮すき、はい、皮すき、ちょっと待ってね、これですね、はい、これまた形が違うんですけど、あ、はいはい、カンカン切るのに使うんですよ、これ。あ、とか、あのケレンって言って、はいはい、サビぐらい削ったり、はい、でも形これありますよね。あ、ちゃいますね。これ何に使うか分かります？え、蓋を開ける？違います。なんなんすか？ローラーしごくんですよ、これ、はい、あー、なるほど、はいはいはい、はい、悪いローラーをこうやって、はいはいはい、はい、そうすると塗料は吐き出せるんで、へ、洗う時とかそういう使い方もできるんですね。そうなんです、へ、そういうの専用の、あ、そうなんですか。まあ、これはそのさっきの若い子の道具の箱なんですけど、はいはい、これはもうただ切るだけ、はいはいはい、僕この結構樹脂みたいなのが好きなんで、手が痛くないんで、あ、僕のこだわりはこの樹脂、はいはい、のやつですね、はい、どこで買ったかのこれ。ちょっと前にコメリみたいな、あ、ありますね、コメリ、コメリみたいな、コメリ系列か分からないですけど、そっち系のホームセンターで買いました。へ、木が多いんですよね、この木になってたり、あとここ、持ち手が、そうです、はい、ここが金属になってたりとか、ハンマーで叩けるようになってるやつが多いんですけど、はいはい、プラスチックのが僕はこだわりですか。好きです、はい、はい、これはケレン道具ですね、はい、で、ケレン道具でいい、よくマジックロンってなんかたわしみたいなのありますよね、はい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 、あれのなんかちょっと最強版みたいな。そんなのがあるんですか。そうです、もう電動工具なんですよ、サンダー、はい、これはもうペーパーの、はいはい、ペーパーってやつの噛みやすいですね、噛みやすいように段になってる。あ、めっちゃ取れそうですね。そうなんですよ、ひたすらこうやって削る作業が続くんだったらもうこれ1個。あ、で、バッテリー式のもうちあります。まあ、はいはい、ちょっと違う人に今使ってもらってるんであれですけど、あのマキタの 18V で、あ、まあ、あんまりその長時間は使えないんですけど、まあ、ちょっとした一部削るとかだったらもう配線引っ張らなくていいんで、あ、バッテリー、そうワイヤレスっていうか、まあ、そうですそうです、はい、もう一日中やるよって時はもうこういうので、頭をこういう塗装一層だ、もう剥離する、そういうのがあるんですね。そうです、もう削るためのこうやってバフみたいになってますよね、はいはい、こういうのをはめ替えて
やってます。結構使いますかこれ。そうですね、あの鉄骨こういう本当にいっぱい削るとかあるんだったら、はい、これ持ってたらもうウィーンみたいな。手が疲れるんですよねやっぱ。ああそうですね、握力も持ってかれそうな感じ。そうなんです。まあこういうの使ってたりとか、はい、あとスクレーパー。スクレーパー、はい、これはあんまり出てこないですね動画では。もうカッターの刃がついてますね。あ、本当っすね。はい、これでも例えば塗料を削りたいとかめくりたいって時にもうここでスッて取れる。へえ、簡単に取れるんですか。そうなんです、まあ、浮いてるものに対してよく使います、はいはいはい、あと傷ついてもいいよっていう、どうせ塗るからっていうものに関してはこれスクリーン。初めて見ましたね。そうですね、これ結構でかいんで、もっとちっちゃいやつも使ってます。ちょっと今はないんですけど、はいはい、本当もう掃除とかで使うのはもうこれぐらいの、ちっちゃい、そうです、カチャってやるんだけど、それも結構おすすめです、はい、であと何使うだろう。あ、これがエアコンのホースを、あー、はいはい、の巻き替えるとき、ぐるーっと巻いていって、最後バンドで壁に打ち付けちゃう。そういうこともやってるんですか。そうですね、あの結構現場行ってあのホースがボロボロの時があるんで、あ、はいはい、もうそういう時はもうサービスで。わー、助かりますねそれは。そうなんですよ、まあ、あんまホース多いとちょっと偉いんですけどね、まあ、結構もうほんとサービスでもうやっちゃってます、ね、優しいですね。そうですよ、もうやれって言われるんで、あの営業から圧力がかかるので、やっておけないみたいな。塗るだけでなく、そうですね、そういったところまで、はい、やってます。で、あとアパートとかだとこういうテープ、ペンキ塗りたてですよ。あ、これもおすすめです。本当にいちいちあの紙に書かなくても、あ、そうそう、養生の上とか、例えばこの扉の上とかにこれで貼ってあげる。あー、わかりやすいですね。そうですね。あるんですねこういう。そうなんですよ、全然予防になるんで、服についたとか、はいはい、やっぱそうなったらもう大変なんで、あとが、そういうのとか、あと小物外すというソケット、はいはい、これはもう普通 の、 あのフェンスとか、あ、よくあの窓ガラスに格子ついてますよね。あ、ありますね、あの泥棒入らないように。で、あれがどうしても塗装するときにあの邪魔になったりとか、はいはい、中塗れないっていうのでついてるから塗れませんじゃダメなんで、そうですね、こういう道具で外して、でこれはあの足場のクランプっていうんですかね、はい、ガチャガチャ。ああ、よくあの足場材がその近くにあって濡れない時にこれあのドリルにつけて外すための、はい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 、道具です。足場の道具も持ってますね。そうですね、ハンマーとかもう自分らでなるべく、やっぱあの足場の職人さんもやりやすいにやってくれとるんですけど、僕らもまあ、あ、こっちの方がいいなと思ったらもうすぐ組み替えれるよ、はい、ああ、そういうことまで。そうなんですよ、それだけでも全然違うんで、やっぱ、あれなんですけど、まあ、はかりですね。はかり、はい、はかりはもう、これはもう、はい、デジタルのものがおすすめです。そうなんです、2液性の塗料が結構ね、硬化剤と、はいはい、主剤とシンナー混ぜる、はい、その割合が全部決まってるんで、あ、で数字で分かりやすく。そうですね、これで荷物乗せて、はい、そしたらまたゼロって空にできるんで、そしたら硬化剤どれぐらい、はい、ああなるほど、足して測れるっていう。そうです、硬化剤入れたらまた消して次シンナーとか、はい、できるんで、そういうのがあるんですね。そうです、デジタルの、これも言うんだったら、まあ、一等間一本分以上入る重さぐらいのがいいですね。あ、はい、もう15キロぐらいまでやれる方がいいと思います、はいはいはい、それより重たいのがあるね、って感じですね。勉強になります。なんもないですよね。あとはもうシール、シーリング材とか持ってったりしますね。今ちょっとこっち持ってきてないんですけど。あ、シールの方も持ってくるんですか。持ってきますね。あの、やっぱあの見逃しがあったりとか、 あと作業しててやっぱり洗浄 し、ね、して思ったより傷ついちゃったとか、はい、いろいろ後からクラック出てくることもあるんで、でシール持ってたりとか、まあ、それぐらいですかね僕らが使うのは。塗装の道具だけでなく、そうですね、本当にこういう足場やらしい。そうです、あとアルミテープ。でアルミテープ、アルミなんですか。はい、これあの鉄が、鉄のトタンとか、はいはい、穴開いてたりした時、あ、張り替えるまでもないなってぐらいだったらこういうので塞いだりとか、へえ、はい、します、ね、補修をする感じですか、はい、あとは、まあ、トイ交換とかも僕らできるんで、はいはい、あの補修で、まあ、ちょっとついでの話になっちゃうんですけど、例えば塗装工事で足場かけた時にトイのなんていうんですかね、もう一回付け替えとか勾配取り直すとかもできるんで、よかったら参考にしてみてください。これぐらいですね。あとまあ細かいのまた動画で多分ちょこちょこ出てくると思うんで、はい、
わかりました。すいません、またじゃあ見てください。ありがとうございます。また見てね。